皆さんこんにちは。写真家の成澤博之です。どうもどうも。星空撮影、天体観測の時に天気予報ってすごく大事ですよね。空が晴れていないと星ってそもそも見えないですから。今日は私が撮影の時に使っている天気予報サイト7つご紹介したいと思います。晴れ間を掴んで、ぜひ満天の星空をゲットしてください。おすすめ天気予報サイト1つ目 GPV 気象予報です。 GPV 気象予報は日本国内で星空撮影をしている人、多分ほとんどの人が使っている一番メジャーな天気予報サイトじゃないかなと思います。左上にあるこの詳細広域っていうところをクリックして、39時間先それから264時間先までの天気予報を見ることができます。例えば詳細で関東エリアを選んで関東にして雨量雲量っていうのを見るとこのように、明日の39時間先までの天気予報は見ることができます。これは紫のところ青いところ緑のところオレンジのところっていうのは雨が降っているところですね。で、晴れているところはこう黒い風に表示が出ます。今梅雨時なので全然晴れ予報は出ないんですけども、ちょっと広域を見てみましょう。広域264時間先ですね。東日本で調べてみます。雨量雲量、そうすると出てきましたね。この黒いところが晴れているところです。これが日本の大陸の上に来ると晴れていますよということになるんですが、関東が結構厳しいですね。北海道とか東北それから、西日本エリアの方は、晴れるのかなということです。来週の、例えば、土曜日どうなのかなっていうふうにこっちからも選べます。土曜日、16時、9時、0時というところで来週の天気もざっくり調べることができます。まあ、天気予報サイトなので予報が変わったりすることはあるんですがみんなが使っている結構信頼性の高いサイトです。まあ、これで晴れ間を見つけて、撮影に行ってると。あと私がよく使うのはこの気圧風速ですね。風が強いと三脚立てられないので紫のところは風がないところですね。でこう青いところがちょっと風が強いところ、大体風速4メートル5メートルぐらいまで三脚つけれるかなという感じなんですけど、これが強くなるときあるのかな。あ、そうですね、こういうふうにですね緑のエリアとかが出てくるとこれも天気きついですね。こういうときは三脚は立てられないので晴れてたとしてもこっちには行きません。まあ、こういう感じで私は使っています。おすすめ気象予報サイト2つ目、 SCW。 こちらは GPV のもっと細かいものが見れるサイトになっています。GPV 気象予報でざっくりとした天気を見た後はこの SCW で、より細かいところを見ることができます。基本的な使い方は GPV と、一緒なんですけども調べられる範囲などなどは無料版と有料版があるんですけども調べられる時間帯っていうのは無料版有料版で変わってきます。有料化になるともっともっと細かい情報が得られると、こういろいろな情報あるんですが、まあ、簡単な使い方としてはですね、この右下の下から2番目ですね、ここをクリックすると局地詳細詳細広域などなど選べます。広域だとこう日本全国が入る感じ、それから詳細だともうちょっと細かい情報が見れる感じですね。それから局地っていう項目があってこれにするともっと細かい、地図をアップした状態で、天気予報を見ることができます。でこの真ん中に一応センターマークがちょっとついてるんですけども真ん中に示しているポイントがこの左下の国土地理院なのかな、地図と連動しているというのが特徴になります。私の場合ですとこう撮影地に行ってですねあれなんだろう意外に曇ってるなみたいに思ったら局地にしてですね、今この辺どうなの晴れてるのっていうのを調べたりとかっていう風に使ってますかね。まあ、その GPV でざっくりしたものを調べて SCW でより細かいことを調べるっていうことに役立つサイトになっています。画像が曇り空ばっかでちょっと晴れの画像が、見当たらないのが申し訳ないんですけども、おすすめ気象予報サイト3つ目 windy.com です。
Windy.com はヨーロッパ基準とアメリカ基準かな、ちょっと詳しいことはわからないんですけども、その2つの側面で、予報が見れるサイトです。この右下のこの ECMWWF GFS っていうのがヨーロッパとアメリカの予報モデルになるみたいです。で、これはですね、すごく多機能でして、無料の天気予報サイトとしては本当に優秀なんですけども、右側にこんな風にですね、いろいろな項目があります。天気、その雲の予報だけじゃなくて、もういろんなことがこれ調べられるんですけども、でメインで撮影で使うのはこの雲のところですね。この部分が雲になりますけども、上層雲、高い層の雲、真ん中の層の雲、下の雲っていう風に3つで分けて見ることができるっていう特徴があります。でこれは、このですね、こういうこの色の緑黄色、この色の黄色、黄土色ですかねっていうのが出てると、これが晴れになります。で、左下の、この矢印、再生マークを押すと、天気予報が大体これ1週間とか1週間分流れるのかな、10日分ぐらい流れますね。こういう風にですね、刻々と変わっていきます。白いところは曇っていて、赤とかこのビビッドな明るい黄色は、天気が良くないところですね。今ね、こう九州の方天気がちょっと悪いので心配ですね。しばらく雨が降るみたいですけど、で北海道はこう晴れてますね。私の場合は GPV と Windy を2つ、基本的には使っていて、どっちかで晴れ予報が出てたら、行こうかなってなるし、2つとも晴れ予報だったらバッチリだなと思って、撮影に行く地域を選ん、この2つを使って選んで、撮影に行っているような感じですね。おすすめ天気予報サイト4つ目、多分これ読み方合ってると思うんですけど、アキュウェザーです。これの、使い方としては、これも結構優秀な、いろいろなことが調べられる気象予報サイトなんですけども、 GPV とか Windy とかで判断できない情報、させに行くべきか行こうか行くべきじゃないかみたいなことを判断したい時とか、あともっと局地的に天気予報とかを見たい時に使っています。だいたい撮影に行きたい地域が決まったら、この下の方に行ってですね、日本のその他の天気予報というところをクリックしています。でここから、いろいろな地域別に見えるんですけど、例えば、北海道にしておきましょうか。北海道にしておきます。そうすると結構ね、こう細かいところが出てくるんですよね。で、倶知安町に試しにしてみます。そうするとこういう図が出てきました。ここは天気予報ですね。雨は52分後に降り始めるでしょう。こういう細かい情報、それから現在の天気、今日ですね、今夜、明日っていう風にこう3つに分けて出てきます。で、この上のこの項目で、ここの項目でいろいろなことが切り替えられるようになっています。私がよく使っているのはこの月っていうところですね。これをクリックすると、こういう風にですね、結構先まで天気予報が出てくるんですよ。これももちろん予報なので、途中で変わることはあると思うんですけども、今月のその天気予報ざっくり見れるんですよね。でしかも例えば晴れるなと思って、この10日試しに見てみましょうか。10日の天気を見てみてクリックすると、こういうふうにですね、なんと月の出、月の入りとか日の出、日の入り、星を撮影するにはもう重要な情報ですね。月が22時31分に昇ってきますよということは、それまでは満天の天の川が撮れるんだなとか、日の入りが7時17分、だいたいここから1時間半ぐらいだったら星が撮れるので、9時前からは、本格的に夜がスタートするんだなってことは、1時間半撮れるなとか、そういう感じで、予報が見れます。おすすめ天気予報サイト5つ目、雲海の撮影をするときに使っています、週末探検家ウィークエンドエクスプローラー、雲海ナビです。こういうですね、なんかインパクトのあるページが出てきますけども、こういろいろな情報がこうスクロールできます。で私はこれは雲海の予報を見るときに使っていて、この左側にあるここですね、この雲海出現ナビとか雲海出現マップっていうのを、よく活用してます。試しにこうマップを見てみましょう。
これ残念ながらその週末探検家ってだけあって土日の雲海情報しか出てこないんですけども、まあ、これを見ながらどういう時に雲海が出るのかなっていう学ぶですねツールになると思います。全国各地 この雲海スポットっていうのがマップになっています。まあ、もちろんね、これだけじゃないんですよ。いろいろ雲海出るポイントがあるんですが、まあ、有名なところがまあ出てるよっていうところですね。まあ、例えばこの私の家から一番近いこの、武甲山近辺秩父を見てみましょう。そうすると、今日は火曜日なので今週の7月11日と12日とですね、土曜日の早朝と日曜日の早朝の予報が出ています。土曜日の早朝は 80% ですよと。で、出現予報が4時から7時の間で 80% の確率で出ますということで、まあ、ここのページですね、その雲海スポットの紹介ですとか、まあ、雲海の仕組みとか、まあ、このサイトですね、すごく雲海の勉強するのに役立つので活用してみてください。これ三菱さんが運営してるみたいで、本当に三菱さんありがとうございます。ありがたいです。三菱の車に乗って皆さんも雲海取りに行きましょう。おすすめ天気予報サイト6つ目、ダイキンエアカレンダーです。ダイキンエアカレンダー、こういうサイトなんですけど、これすごく重要な情報があって、私が活用しているのはこの、右下お天気を見るっていうところで、まあ、こういうふうにですね、2020年のお天気を見るっていう、これですね、すごいんですよ。お住まいの地域とその日の天気として一番可能性の高い天気を地域ごとにご覧いただきますということで、過去のデータをこう探ってですね、晴天率の高い日っていうのを教えてくれるんですよ。これすごくないですか。これ、まあ、6月だと6月上旬って割とこう晴れの日が多かったんですね。そうでしたっけ。まあでも、まあ、ちょっと今ね、気象条件も変わってきてると思うので当たり外れはあるかもしれないですけど、まあ、これでだいたい、ああこの辺りって晴れる可能性高いんだなみたいなのができるんですよ。こういう星関係のお仕事やってる人とか多分役立つと思うんですよね。だいたいこう打ち合わせの時とかに、まあ、このぐらいの時期どうですかみたいな感じでこう、なんですか、イベントの相談とかが来るわけですよ。でその時これを見て、ああなんかちょっと晴天率が良くないみたいですねみたいな感じで、まああくまで予測なんですけども、重要なデータだと思うんですよ。こういうのを公表していただいてるので、だいたいその年間スケジュール的にですね、ここは撮影に行こうっていうのを決めたりとか、イベントの開催の是非っていうのを決める時に、まあこれは重宝しています。はい、おすすめ天気予報サイト7つ目、最後はウェザーニュースです。ウェザーニュースさんなんですけど、ぜひね YouTube をねフォローしてみてはいかがかなと。結構暇な時って YouTube 見るじゃないですか。でその時に何ですか、自分が忘れてた頃にこういろいろな情報をこう発信してくれてる感じなんですよね。私は朝起きたらまあこのウェザーニュース見て、あれそうかそんな感じなんだみたいな情報を得て、まあ、それからまた天気を調べて、まあ、毎日毎日そのいつ撮影に行こうかっていう、まあ、そういうスケジュールをリセットしては更新しているんですよね。まあ、そういうきっかけのサイトとして使っています。はい、それでは以上になります。天気予報サイト7つご紹介させていただきました。まあ、こういうのを活用して私は星空撮影のスケジュールを立てています。皆さんもこういったサイトを駆使して晴れ間を掴んでですね、星空撮影に臨んでいただければなと。このサイト以外にですね、こういう使い方できるよとか、こういうサイトあるよとか、もしあったらですね、ぜひコメント欄にですね、コメントをいただいて、情報交換させていただきたいなというふうに思いますので、コメントをよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。さよなら、バイバイ、したっけね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。